これは天然及び人工の両方を含む光源の一覧である。可視光と呼ばれる約390から700ナノメートルの波長の光を生成する光源に焦点を当てている。白熱光は高温の物体からの光の放出を言う。ランプ星雲と星星空、天の川、流れ星ルミネッセンスは熱に起因しない物質による光の放出。宝石学では アトベンチャーセンスは特定の宝石に見られる光反射効果。生物発光は生物による生化学反応から生じる光。仮想ドルミネッセンスは電子が衝突する発光物質から生じる光。化学発光の例、ケミカルライト化学発光は化学反応の結果として生じる光。低温発光は冷却された時の光の放出。結晶ルミネッセンスは 結晶化中に生成される光。電気化学ルミネセンスは、電気化学反応から生じる光。エレクトロルミネセンスは、電流が物質を通過することから生じる光。発光ダイオード機械ルミネセンスは、個体に対する機械的作用から生じる光。光ルミネセンスは、光子の吸収から生じる光。放射発光放射発光は、電力放射線の衝突から生じる光。 熱ルミネセンスは物質が加熱された時に吸収されたエネルギーの再放出による光。ありがとうございます。